ミグ -17、マイナス17ミグ -17 は、ソビエト連邦のミグ設計局で開発された、ジェット戦闘機。DOD が割り当てた、コードネームは、タイプ38。北、大西洋条約機構の使用する NATO コードネームは、フレスコ。ミグ -17 は、朝鮮戦争で実戦には投入されたものの、飛行機として未成熟だったミグ -15 を改良した。 完成型である。当初ミグマイナス -15 ビスマイナス -45 度として開発されたことからわかるようにミグマイナス -15 において35度であった主翼の交代角を45度に改めの交代角が42度に変わっている主翼上の境界相番の数も片側2枚から3枚へと変更した。基本型のミグ七およびミグ十七 f の武装は機関砲のみで ミグ -15 ビスと同じく 37mm 機関砲 N-371 門と 23mm 機関砲 NR-232 門であった。その後、爆弾やロケット弾を搭載できるよう回収された機体もあった。朝鮮戦争には間に合わなかったものの、東側諸国をはじめ多くの国に配備され、1990年代まで数多くの実戦に参加した。特に、 ベトナム戦争での活動は有名で何度かアメリカ軍の航空機を撃墜した。ソビエト連邦では1958年にミグ -17 の製造を終了した。退役したミグ -17 は標的機とされた。また、ポーランドや中華人民共和国でも製造された。2019年現在も朝鮮民主主義、人民共和国など一部の発展途上国では、 現役であると考えられている。ジェット機としては、比較的安価であるため、アメリカやヨーロッパでは、個人所有の機も存在する。なお、ミグマイナス17はミグマイナス15の改良型であり、共通の特徴的な機種形状をしているためか、専門家でも、しばしば両者を混同する。しかし、機種以外の形状は著しく異なっており、特に主翼の平面型からの区別は容易である。 ミグマイナス17採用国、ありがとうございます。